金金と、今回の聞きどころはしほりんの特別企画、自慢か言い訳か、さあどっち。そんなこんなで始まります。ということで始まりました、はい、ではでは、ゆかちゃん、さとみんに聞いてみたいことをパート7、はい、はい。本当はどっち、うん、インドア派、うん、アウトドア派。あそう、アウトドア派だと思ってた、うん、ゆかちゃんがこの間、うん、シーパラダイスに行った時に、うん、出かけるよねって言ったら、思い出作ってあげないといけないからねとか言ってたんで、うん、意外とインドアなの、うん、ね、最近そうかも。なんだか、うん、そう、出るのがめんどくさい、出るのがめんどくさいっていうか、なんだろう、なんかちょっとね、変わり始めました。なんか、うん、引きこもりたい、なんだろう本当に、なんでしょうね、なんか1週間ぐらい引きこもり生活を何にもせず、ただもうひたすら引きこもり、じーっと何にもしたくないっていうか、あんまり、そうなんですよね、なんか外に出るのが最近すごくめんどくさくって、一回それをやったらちょっと落ち着くんじゃないかなって思うんですけど、ちょっとやっぱりお母さん大変なのかな、いろいろ、いや、家事とかもあるし、いやー、そこまでそんなあれなんですけどね。はい。で、さとみんは、読書とか、うん、お料理作ったりとかインドア派なイメージはあるけど、実はどっち、インドア派でそのまんまかい、すみませんそのまんまだった、全然出ないですねさあ、3人ともインドア派ということで今日特別企画、特別企画、不安になってきたけどいや、気持ちはそうでも ね、外には出てますからねはい、さあ何をするかはこの後のお楽しみ、はい、今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新、銀プロメンバーの楽しいトークはどう、略して金銀どう。お相手は庭しほり、松尾ゆか、田中さとみです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。しほりんのいけるかな中間報告。はい、はい、来た中間報告、中間報告はい、このコーナーはインドア派、出かけるのが苦手なこの私、行きたいところを調べるだけ調べて満足してしまう私がここで行きたいところを発表して行けるかな、うん、結果報告するコーナーですはい2月の末、257回の時に私が今年行ってみたいなっていうところを3つ挙げました、うんうん、はい、1つ目が芝公園、ドラマでいっぱい映る綺麗な東京タワー、うん、私も撮りたいな、うん、で2つ目がツアーに参加する、うん、今いろんなツアーがある、うん、バスで行って日帰りで写真を撮るのを目的に行くツアーとかいろいろあるんで参加してみたいな。で最後が3つ目、川崎工場夜景を撮りに行きたい、うん、さあ3つ紹介しましたが何勝何敗だったでしょうか、ね、正直でもね、はい、目の前で答えにくいよね、うん、どんとそうですか、はい、じゃあたまにはさとみんから。そうだね、あ、うんうん、2勝1敗おー来た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 私は3敗おおなるほどね、うん、今までの経験からすれば一個も行ってないだろうと、うん、はい、外だし全部本当に外だし、うん、そしてさとみんは中間発表するぐらいだから2勝はしてるだろうと、うん、じゃないかなとあれそして今日特別見てくれている、うん、
娘御さん、はい、一生二杯と指で出してくれました、はい、さあ発表したいと思います。はい、はい、結果、うん、一生二杯。おお、すごい、娘御さん、すごい、すごい、当たったし、当たりました、うん、はい、一生。じゃあ どこに行ったかっていうか、そこまでどこかな、はい、じゃあどこでしょう。いや、あ、芝公園。あ、お、私も芝公園かなと。一番近いし、そこじゃないかなと、うん、はい、では順番に行きたいと思います。気になる、はい、さあ芝公園、うん、はい、いろいろ調べました、はい、東京タワー撮るのにはどこが一番綺麗に撮れるのか、うんうん、でいろいろ調べたら芝公園の中だけじゃなくて、うん、近くのお寺だったりとか六本木ヒルズの展望台とか、もういろんなところから綺麗に撮れるスポットがあって、頑張れば歩いていけない距離とかでもないとかね。あと東京タワーの中は今展望台の中もライトアップされてて、すっごい綺麗なの。もう終わっちゃったんだけど、はい、夏の間は天の川の星のイメージしたライトアップになって、中がですか、中が、天井とか壁が、外も楽しめる東京タワーからの景色と東京タワーの展望台のなんか両方綺麗らしいです。じゃあ星から見てるぐらいな感じか、外を。そう、へー素敵、うん、はい、はい、これで、うん、調べすぎてどこ行こうかなとどこから撮る、どの駅からスタートするとかね、うんうん、はい、はい、考えております。おっと、つまりで、で、じゃあ川崎工場夜景、ほうほう、うん、これも船 の、うん、あのクルーズツアーがあるって。でさらに調べたら、うん、クルーズツアーだとやっぱり当日雨が降っちゃうとか、まあいろいろあるからってことで、うんうん、ネットで調べてたら、市バス、川崎のバス、うんうん、市のバス、うん、バスだけでいろんな工場夜景を回るにはとか調べて載せてる人とかいて、まあ確かにその日思い立って、うん、今日いい天気だから行こうって、うんうんうん、こっちの方がいいのかな、うん、確かに調べてても、はい、雨天はどうなるのかっていうのが書いてない。あら、だからクルーズだと船の中で屋根があったりすれば、うん、窓から見て楽しむのかな、まあまあ、そうですね、うん、雨に濡れる様子を見る、よっぽどの土砂降りじゃなければそれも綺麗なのかな、うん、でも自力で行くか、うん、悩んで、はい、行けてないと、うんなるほど、うん、はい、はい、ということで私が行ったのはツアーに参加する。へー、意外意外、うん、ツアーってすごいね。うーん、ね、はい、私が自分でどこのツアーに申し込もうかなって迷った時には選んだポイントとしては、はい、美味しいものが食べれる、うん、あと綺麗なイルミネーションが楽しめる、うん、この2つをポイントに選んで、はい、どこに行ったかというと、はい、千葉に行きました、はい、おお、でまず東京駅に集合してバスに乗って、うん、海ボタルに行ってちょっと休憩して、うん、まあ、そこからの海の景色を楽しみのいちご狩りをして、また移動して道の駅で買い物を楽しみの、うん、ローストビーフ丼っていうの、まあ、おかわり自由食べ放題のところのローストビーフ丼はおかわり自由じゃないけど、うん、お漬物とかそういったお味噌汁とかがおかわり自由になっている。それを食べ、はちみつ工房に行って、うん、はちみつができるまでを見学、ほう、そして移動して濃溝の滝っていう、濃いっていう字に、あの、うんうん、濃い薄いの濃いに、うんうん、溝、山水の、はい、の溝、濃溝の滝で、ここがジブリの森っぽいっていうので、うん、観光スポットになっていて、季節によってでその時間は変わるんだけど、その洞窟みたいなところの前にあの滝が流れてて、その穴の開き具合と日の入り具合でハート型に見える、へー、恋愛スポットとかにもなっているところに行き、うん、最後ドイツ村のイルミネーションを楽しんで、はい、東京駅に帰ってくる。はー、盛りだくさんですね。へえ、朝は何時から？7時集合ぐらいで、帰ってきたのがもう夜9時ぐらい、はい、あ、まあイルミネーションだとね、うん、どうしても夜になっちゃいますもんね。へえ、盛りだくさんで楽しかったけど、はい、うん、ちょっといっぱい行きすぎて、うん、初めての私にはちょっと疲れたかな。
人ところでゆっくりしたいって、うん、ね、うんうん、思っちゃうかもしれない。行きました。え、それ一人参加したんですか、うん、おやっぱり写真を撮るのが目的だったので、うんうん、はい、うん、よっぽど気心の知れた人じゃないと、うんうん、まあまあそうですね、申し訳ないなって、ね、うん、自分のペースになれないですもんね、うんうん、いっぱい撮った写真もう遡ることになりますが、金銀堂271回のバックで出ております、うんうんうん、はー海の写真、ドイツ村の日が沈む前の、はい、夕日と、うん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 、ドイツ村のイルミネーションと、はー、なるほど、うん、一人でもね行った時がたまたまバスって2人ずつ2人掛けの2列になってる、うんうんうん、はい、で私の横に3人グループの女性が座ってて、うんうん、その3人がずっと私の大好きなドラマについて移動中を話してたんで、はい、うん、混ざりたい、ネタ振りをしながら、はい、うんうん、そうそうそうとか、あれあのドラマなんだっけとか言ってると、うん、それはあれってなりながら、まあ、そこは入らなかったんですね、うん、会話を楽しみながら行ってきました。はい、まさかの聞くだけ会話、うん、でもあの、うん、おしゃべりが楽しかったんで、はい、うん、まあ、ドラマの話の中に職場が一緒で職場の話とかもしてたんで、うん、ね、そこにはやっぱり割り込んじゃうんですね、黙って聞いてました。へえ、すごいな、うん、いいな、うん、ね、楽しそうだよね、うん、はい、うん、ということで前半戦ここまでにして、後半戦は、今年まだ残ってるので行きたいスポット追加したいと思います。おー、では以上前半戦でした。キンキンドどんちゃんです。最近さとみんは E0 を買おうか悩んでるらしいよ。まだまだ続くよ。しほりんのいけるかな中間報告後半戦。はい、はい、もう E0 が気になっちゃって、気になってしょうがない。すんごい私、はい、タイトルコール今おざなりだった。ごめんなさい。E0 って何？ E0 って何？わかります、わかります。でも私もタイトルコールがあるというのに、え、何ってすぐに入りそうで、それを一生懸命こらえるのが必死でした。シェフリン早くって。シェフリン早くって。どうするっていう。全然大丈夫。噛まなかったし。ずっと言いながら、E0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 。イーゼルってあのキャンバスとかを立てかけるあのイーゼルゼル、あ、ゼル、そうです、あ、私の発音が悪かった、一瞬そうかなと思いながら、はい、あ、今イーゼル、イーゼルはしてる、はい、絵を描きたくて、でそのキャンバスを置くのを買おうかどうかすごい悩んでて、絵を、ね、ってすごい結構大きいのが欲しいんで、うん、ちょっと高いです、大きいと、なんでちょっとどうしようみたいな感じです。はい、昔舞台でイーゼル作ったよね。あ、そういえば、うん、あった、あの絵のやつですよね、絵を盗まれるでしたっけ、うん、そうそうそう、その時、あ、そうだそうだ、私はその時にイーゼルって言葉を覚えた。 ありましたね、うわ懐かしい。捨てちゃったよね、多分な、バラしたかですよね、ないですよね、うんうん、へーすごい、うん、今保護のカフコで、うん、島谷くんが、置いてある、はい、あんな感じで、そうなんです、本格的に描くんだね。ちょっとやりたいなと、まあ、もともとやってた、あ、そうです、美術部で、うん、はい、中高やってたんで、油、普通にアクリルとか水彩とかですかね、はい、すごい、あれに置いて描いてるとなんか本物って感じしますよね。思います。あれってやっぱり大きさもあるけど、はい、ピンキリなんだよね、素材とかも、ね、確かにありますね。そっか、さすが、いやいやいや、インドア、うん、確かに本当だ、外であれ置いて描くのはちょっとね、そうそうですね、勇気が、うんうん、風がある日は描けないだろうし、うん、はい、では後半戦いきたいと思います。いけるかな、スポットを追加したいということで、はい、うん、2つ追加したいんですが、1つ目が猫の公園、うん、うん、これね、池袋のサンシャインシティのすぐも横にある小さな森のような公園があって、うん、正式名称は池袋東中央公園、うん、もうここはとにかく猫がいっぱいいるんだって、へー、なので猫の写真を撮りに行こうかなと、うん、かなり前から思ってたんだけど、とにかく夏の間暑かった、うんうん、この暑さの中行ったら無理、はい、外なんでね、天候にも縛られるので、はい、でも暑い日に行くとひたすら猫がお昼寝してて可愛いです。暑い中でもですか？
暑いからこそ日陰を見つけて、なるほどね、涼しいって言いますよね、うん、猫ちゃんがいるところは。へえ、うんうん、はい。でもう一つがやっぱり一度は行きたい富士山。あ、富士山ね、うん、これ調べたらいろんなツアーがあって、うん、富士山登山ツアーも当然登る、はい、頂上まで1泊2日で行くツアーありの、うん、富士山の裾野一周ウォーキングツアー、へーぐるーっとあの裾野、すっごいありそうですね、本当に一周するのかわかんないけど、はい、あと5合目を楽しむツアー、ほう、5合目に、まあ、湖があって、はい、その景色と美味しいイタリアンとかを楽しみながら、はい、過ごすツアーと。なるほど、車で行けちゃいますもんね、うん、はい、本当に体力いらない、はい、いろいろある中、うん、私が今目をつけているのが、はい、富士山見るツアー。見るツアーえ、近づかないってこといや近くまで行って、うん、富士山登るんではなくて、うん、富士山を見る、はい、あの綺麗な富士山を見ようっていうツアーで、三島スカイウォークっていう、ほうほうほう、ところに、はい、天空に大きな吊り橋があって、そこをミーのその吊り橋から見る、うんうん、その吊り橋越しに見れるっていう、すごい、うん、行きたいかな、うんうんうん、でこれもツアーなんでやっぱりいろいろ盛りだくさんで、はい、海鮮浜焼き食べ放題、うんうんうん、ぶどう狩り、うん、ミルクランドに行って牛乳作って、で帰りにチーズケーキのお土産がついてくる、ですごい、うんうん、ワイナリーによってワインを最後に楽しむ、おすごいいいじゃないですか、うん、あともう一個あって、うん、沼津漁港お寿司ランチ、あと地酒っていう、はいはい、どっちかな、私のしほりんのイメージは沼津ですよね、うん、沼津ですよねっていうかお寿司に地酒、うん、イメージはでもたくさん食べれるのはご飯がないから、うんうんうん、浜焼き食べ放題、まあ、まあ確かに、はい、いやいやいや私は富士山を見る、あ、それは富士山だはい、うんうん、でもそれはどっちも同じその吊り橋越しからで、違うんですか、沼津の方はまた違う、うんうん、またちょっと違うんですか、スカイテラスっていう展望台のところから、でも三島だし角度的には同じぐらいというか静岡側からの富士山ってことですよね、富士山はどっちなのか、ねね、どっち山梨なのか静岡なのか、はい、地元の方は ね、 ね、うん、静岡の方が大きく見えますね、幅が広い、裾野とかがビヨーンと伸びてるんで、うん、すごいなんだろう、横幅も大きいって感じで、うん、私の勝手なイメージですよ、うん、山梨から見た感じはなんか高さを感じるというかシュッとしてる高さを感じるような気がします、静岡で見るとデカーっていう感じで、これまずいパターンだな、はい、うん、私多分この終わった後、うん、山梨県側と画像検索して、はい、満足したらいかないかもしれない、うん、そう、そうまずいパターンだな、そっちは余計なこと言っちゃったでもこれ調べずにはいられない、うんうんうん、でもからいけないんだよね、うん、いつもか調べずにどっちも行っちゃうきっと似たようなツアーはあるはずはい、結果はまた年末に、うん、はい、発表したいと思います、楽しみ、はい、以上いけるかなのコーナーでした、あっという間のエンディング、名前が登場しますけど、うん、もぐらさん、はい、富士山、うん、山頂まで登ったことあるんだって、すごい、私お友達に誘われたんですよ、うん、あ、夏とか富士山登ってるって、え、富士山に登ってるのってツアーであるんだよってそれは私も知ってるお友達かな、そうそうそう、そうですそうです、うん、私もちょっと誘われる、はい、はい、誘われました、私も一緒に行くって言われて、いや行かないって登らない、いいよ登っときなよって言われたんですけど登っときなよ、いいよいいよって言われたんですけど、いやいいよいいよ登らないから
下の名前だけなら大丈夫だよね。はい、やすこちゃんね。やすこちゃん、うん、そうです、その通りです。まあ登ってみたい気もするけど、はい、いきなりは無理なんで、うん、まあちょこちょこ見るツアー、はい、5合目ツアー、うんうん、ウォーキング、お行った先にまあもぐらさんに聞きながら、うんうん、登山もね、うん、行きたいかな。おお、すごい。行けるかな。行きたいって思うところがすごいですよね。うんうん、行ってみるのは、富士山大好きで見るのは好きなんですけど、うんうんうん、登りたいとは思わないですもんね。登ったら富士山は見えないわけじゃないですか。そうそう、それそれ富士山から見る景色なわけですかね、うんうん、それもいいのかもしれないけれど、うんうん、富士山を見るには登っちゃダメだなって思うんですよね。だから見るツアー、うん、そう、いいですね。はい、告知をできた。はい、金銀堂では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想、ご意見など送ってください。番組ページのお問い合わせボタンをクリックするとメールが送れます。採用された方には金銀堂オリジナルグッズをプレゼント、もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。はい、ありがとうございます。はい、私ちっちゃい頃に御嶽山は登ったことがあって、うん、まあ、それは、うん、下の方から割と、うん、やっぱり夜一泊して、うん、山頂は高い、うん、体験したことがあるんだけど、うん、やっぱり山登り、もぐらさんがもぐらさんがマイクには入らない声で私は登った言っております。あの面白い、うん、日の出を見るとね、やっぱり人生観変わるっていうので、うんうん、そんな体験したことある方は、はい、ぜひ、うん、お便り、はい、メッセージ書き込みお願いします、うん、はい、はい、ではここまでにしたいと思います。それでは次回も金銀堂、この番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。おしまい。